オーギュスト・トゥール・ムーシュはフランスの画家。1829年、なんとで父、エミール・トゥール・ムーシュと母ローズ、ソフィー・メルシエとの間に生まれた。父は商人で裕福なブルジョアであった。シャルル・グレイルの画塾で学んだアカデミズム絵画の画家である。グレイルのお気に入りの弟子となり、19歳の1848年にサロンド・パリに初めて出展した。 1849年と1850年にもサロンに出展し、人物画を専門とするようになり、パリのブルジョアの女性の肖像をしばしば描いた。彼の絵は、フランスやアメリカ合衆国で人気となり、1852年に皇帝ナポレオン3世が、婚約者のウジェニード・モンティジョに送るために、トゥール・ムーシュの作品が買い上げられた。1852年と1861年に、 サロンで賞を得た。1861年、クロード・モネの親戚にあたるマリー・ル・カードルと結婚した。モネがパリに出てくるに際し、シャルル・グレールの和塾で勉強するよう勧めた。1870年の不仏戦争では、パリ防衛の大隊に参加した。1870年にレジオンドヌール勲章を受訓した。戦争の後はなんと近くのアボイエ・ノートルダムで、 ブランシュクーロンで暮らしアレビ、ジョゼ・マリア・ド・エレディア、ポール・ボードリー・やイ・グナツ・ィ・パ・デレフスキなどのパリの友人が訪れた。1890年に亡くなり、パリのモンパルナス墓地に埋葬された。ありがとうございます。